こんにちは、速稼塾の久保でございます。FX の脳を鍛える講義をちょっとここでねスピンオフさせてもらいます。使うのはリアルタイムチャートで日足です。今見てるのが日足ですから、特に今動いてません。ちょうど教材にとってちょうどいいかなと思ってます。日足でエントリーしてる方がどんな気持ちでねやってるかってことをここで考察と解説をさせてもらいますけども、何度もお伝えしているようにこちらの方に日足のレンジがありますよね。で、ここをブレイクしたから日足でエントリーしてるわけなんですよね、買いの方に。で、日足でエントリーしてる方っていうのは基本的にロット大きいです。資金量がある人がその大きい資金量の中の大きい余剰資金を持ってエントリーしてますんで、やっぱりね、4時間とか1時間に比べるとかなり余裕でやってますよね。それこそ1時間ごとにチャートを見たりしませんから、1日に1回チャートを見るだけなんですよ。それで利益を上げ続けてる人がこの世の中にいるってことなんですよね。週足だと1週間に1回ぐらいしか見ないんじゃないですかね。当然ですけども、ロスカット幅とかテイクプロフィット幅ってのはでかいですから、一発で何百万とか何千万とかやりとりしてる、そんな部類に入ってくると思います。はい、それでですね、この日足でどういうふうに考えていくかってことなんですけども、まずここまでのチャートがこういうふうに伸びている時点で、エリオット波動ではないんだけども、推進波を感じるわけですよね。で、推進波の後に必ず調整が入るってことがありますんで、やっぱ調整波をここに見るんですよ。その時に当然ですけども、ダブルトップってのも意識すると思います。ただ、そんなに大きな問題ではありません。ここのダブルトップってのは、高値圏でのヘッド&ショルダーかそうではないかってことが見分けられれば十分なんですよ。で、ヘッド&ショルダーでない場合はあんまり深く下の方に行くことは考えられませんから、反発を意識するわけですよね。それと同時にエリオット波動でいう調整波がここにありますから、調整の波の後のさらなる推進波っていうのがここにできるってことを見るわけなんですよ。ですんで少なくともここと同じ水準まではちょっと戻しましょうか。少までもここまでと同じ水準までは跳ね返って戻るというふうにネックラインを見てるわけなんですよね。ですんでこの根っこのあたりからエントリーして、今3円とか4円という幅をしっかりと取ってきてるんじゃないかなと思います。でもやっぱりね、上級者で資金がある方が日足をやりますから、ここで決済するよりもここからが本番だと思ってさらに伸ばしに行くでしょうね。で、日足で中級者の方っていうのは、このあたりで後追いで入ります。日足でもそんなに力のない方っていうのは、ここまで伸びたことを確認して、さあ今入ろうかな、どうしようかなっていうふうに考えるわけなんですよ。ですんで、私たちも1時間で131円前後でエントリーするっていうふうに今考えていると思うんですよ。まさにここのヒゲのダブルトップを超えたあたりで、さあどうなるかなっていうふうに固唾を飲んでるんですよね。で、その中で一番最初に、少数なんだけども、少人数なんだけども、たくさんの資金を持っている方がズバッとここに投げると、これがグガンと伸びるんで、その時に私たちは1時間で入るわけなんですよね。ですんで、こういったマルチタイムフレーム分析っていうのは、上位足でさらにお金もたくさん持っていて、さらにスキルも技術もある人がどう動くかを考察しながらエントリーしていく。買い足でエントリーしていくってことになります。これがテクニカルの使い方なんですよね。ですんでね、1時間だけで見ていくと、なかなかね、意味のわかんない動きっていうのがどんどん出てくるんですよ。でも、こういうふうに、日足でたくさんの玉が入ってくるなとかね。正確に言うと、少ない玉で金額がでかいってやつです。ロットのでかい玉がバンバン振り込まれてきたり、それから決済も逆に大きいです。そういうのの動きについていって、テクニカルを見ていきますんで、実は1時間のテクニカルってね、1時間だけ見てたんじゃダメなんですよ。上位足のテクニカルもちゃんと意識しながら、大きな方向性が上に向かうのか、それとも下に向かうのかってことを正確に判断して、上位足を見ていかなくてはいけません。ですんで、週足とか日足ってのは、とりあえず、胃の一番に右肩上がりなのか、これから下に下がるのか見分けれるようにならないと、1時間足とかで、そういった上位足に振り回されちゃってね、1時間だけのテクニカルではやっぱダメージを食らうことが多いってことになっちゃいます。よろしいですかね。じゃあ今日は日足で FX のを鍛える講義をやってみましたけども、またリクエストがあればご連絡ください。